フランツ・エルンスト・ノイマンフランツ・エルンスト・ノイマンは、ドイツの鉱物学者、物理学者、数学者である。電磁気学の誘導電流に関するノイマンの法則、固体のモル比熱に関するノイマンコップの法則などに、名前が残っている。ブランデンブルク編境白領のヨアヒム・スタールに生まれた。ベルリン大学で学んでいたが、ナポレオン戦争に参加し、1815年のリニーの、 戦いで負傷した。ベルリン大学に戻り、進学を学んだが、すぐに自然科学に転じた。はじめ結晶学を研究し、ケーニヒソベルク大学で教授になった。1831年に、個体特に合金の分子熱がその成分元素の原子熱の和で禁じできるゆうのイマンコップの法則を提出した。その後、工学を研究した。 電磁気学の分野では1845年と1847年の著作で誘導電流の数学的解析を行い、ノイマンの法則を立てた。1878年には、球面調和関数に関する著作を発表した。ノイマンは、数理物理学の講座を設立し、更新を育成した。息子のカール・ゴットフリート・ノイマンも数学者となった。ザンクト・ヨアヒム・スタール。 現在のチェコのヤーヒモフではない。現在のドイツ東部からポーランドにかけて存在した辺境白力でプロイセン王国の前身の一つ。ありがとうございます。